壇蜜さんが好きそうな明石さんに耳寄りな情報をラジオ第2放送で高校講座保健体育の講師として毎週出てます。でもさ、別に保健体育の授業はいやらしくも何でもないんだけど、大事大事、この壇蜜さんのキャスティングってちょっと意図的なものを感じて、俺は大好きだね、そういうのはね。 NHK の職員さんがやっぱり壇蜜で行こうとかって言うんですね。そしたらさ、保健体育だからさ、壇蜜さんがそれでは今日のテーマは第二次成長ですっていうさこれでもね、あの壇蜜さんっていうと週刊新潮のだんだん壇蜜っていうコラムあるんだけど、知ってる、知ってる、知ってる、あれ面白いよね。面白い、あのインテリジェンス感じられるんだ。でもう一つ言うと、今度は週刊文春の、これも俺好きなんだけど、伊集院静香さんの、悩むが放って悩み相談コーナー、人生相談でしょ、あれも読んでる、読んでる、突き放すのね。そうそう、わしは正直言ってあんたの言ってることわからんとか。でもその突き放し方がめちゃ優しいんだよ、あの人優しい人、俺大好きなこの2つのコラムと。あと伊集院静香さんなんかも人生相談やっててね、やっぱりね、だから突き放してた。だから伊集院静香の俺今日マジで帰るの。違う違う、ああ今撮られてんだよ、撮られてんだよ。俺伊集院静香の話しとけ、ちょっと謝れよ。いやいやいや、ちょっと続行不可能に。私はね、伊集院静香に、ああ、いや、どうしますかね皆さん、もしもし、もう帰ってこないと職場放棄になりますよ。ちゃんとあんたは証拠の映像があるんだから、これ。いや、映像だって、はい、呼ばれる時に出て、じゃ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 ーん、呼ばれる。